今回ですね、はい、FC 今治の駒野雄一選手に出演していただくことが決まりました。なるほど。はい、で今回用意した企画なんですが、僕直接交渉しました、はい、直接駒野選手に聞きました。今回のテーマ、あの南アフリカワールドカップ、はい、ベスト 16PK を外したその時に何を感じたか。うわー、ついに行くんすかそこ。そうです、はい、そこをちょっとね直で聞いたら、思いのほか全然大丈夫だよ、はい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 、って言ってくれて。なるほど、はい、で先に言っておきますけど、僕ジュビロで駒野選手と3年一緒にやってるんですよ。はい。であまり喋るタイプじゃないです。僕もなんかそういう、うん、あんまりイメージはないです。そう、はい、だからいつもの絡みとしては、僕が10喋ったら1か2返してくれる。ピンよくて3みたいな。なるほど。そんな感じで見てもらえると、はい、多分キャラクターっていうのがすごく分かるので。なるほど。じゃあ、はい、那須さんが10行った時に5返ってきたらもう挟まる。拍手してください。拍手してください。いやでもそこは核心部分は那須さんちゃんと引き出さないとダメです、うん、そうですね、はい、まあでもこれをね応じてもらう上で、一応内容ある程度聞くことはね、はい、駒野選手に投げたんですよ。はい。したらもう全然 OK だよ。あ、そうなんですね。はい、はい、全然いいよっていうことだったので、はい、その時に何を思ったかとか、うん、PK 外した時ですね。しかもその後に松井選手とこう泣いたり、阿部選手とか、うん、同級生で泣いたりとか、あのね、しかも駒野選手がこう感情をあらわにするっていうのを初めて見たんですよ、僕。うん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 。で、いつも言ってたんですけど、はい、優勝した時、おっしゃーみたいなのないのみたいな、はい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 、悔しい時、くっそーみたいなのは一回見たことないんですよ。はい。だから、あの涙、やっぱあの涙にはどういう思いが隠されてたのかっていうのがすごく知りたくて。なるほど、はい、僕も見てましたから当時テレビで、はい、そうですよね。やっぱあそこはすごく深掘りさせていただきたいと思って、今回このオファーをさせていただいたんですが、まあそこに至るまでにドイツワールドカップ、はい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 、も出てますし、その初代表、うんうんうん、まあ日本代表国ですね。で、初代表から、ドイツワールドカップから、で南アフリカワールドカップ、はい、で最後 PK っていうことで、まあそこまでの経緯をずっと聞いてんですけど、まあ何を思いこうね、駒野選手が代表っていうもので、キャリアを積んできたか、はい、であの最後のシーンで何を思ったかっていうのを今回聞いていきたいと思いますね。わかりました。はい、はい、やっていきましょう。今回 FC 今治の駒野雄一選手に来ていただきました。ありがとうございます。お願いします。めっちゃ久しぶりよね、駒野ね。久しぶり、なんかめっちゃ違和感ね、めっちゃ、どんくらいぶりだ。だジュビロの時、駒野とは3年間一緒にやらせてもらってて、オリンピックの時とアンダーカテゴリー、ユースカテゴリーの代表で一緒にやってたよね。うん、そう、一緒にやってて、だからジュビロ以来か、まあ、じゃない、画面越しだけど顔合わすの。そうだよね、ほんとそんな感じよね。うん、うん、いや、それでそのコマにちょっと今回企画をね持ってきたんですけど、この今回の企画なんですが、はい、南アフリカワールドカップ、そして初のベスト16、そこからの、まあ、PK 戦あったんですよ。 PK 失敗に何を感じたかっていうところを聞きたいんですけど、はい、まずはなんですけど、まあ、日本代表についていろいろ聞いていきたいんですけど、コマが日本代表初収集、2005年東アジア選手権かな。そう、うん、であの時どんな気持ちだった、あの当時。あの時は、うん、国内組で集まってやるっていう大会だったけど、その発表の時は名前呼ばれなくて、うん、いやー選ばれなかったなーって思ってて、うん、何日かして家でまったりしてたら電話かかってきて、うん、日本代表明日の朝来てくださいって言われて。急に？急に言われて、うん、夜だったから嬉しいっていうのもあったけど、なんかバタバタしてて用意するのもしないといけないし、うんうんうん、嬉しさもあったけどなんか忙しかった、用意するのに。なんかさ、俺なんかもしも俺日本代表はないからオリンピックまでだけど、おっしゃーってなりそうなんだけど、こうそういう感じ。そういうのちょっとなったけど、うん、でも夜遅い時間だったから、うん、で朝の早い時間に韓国に飛んでくださいって言われたから、すぐだったんだ。そうそうそう、だからなんかよっしゃーって一瞬言ったけど、うん、
すぐ準備に入った。あー、もうバタバタだったんだね。そうそう、あー、で、その後8月3日その年の、中国戦初出場ってことで、覚えてる？その当時覚えてる。どんな気持ちで臨んだの？まあ初戦は、まあ試合に出なくてベンチに座ってたんだけど、2戦目はもうポロッとメンバーを全部変えて、うんうん、新しいメンバーでやるって何日か前の練習で決まったんだけど、もうその時から確かに戦術とかもあるけど、戦術よりかは自分をアピールしないといけないなと思ってだかな。緊張とかなかったの？緊張とかはなかった、全く。上の選手もいたけど、結構年の近い選手ばっかりだったから、 あとは初招集って言ってもアンダー世代とかで一緒にやってた選手も多かったから、あ、顔なじみもいたんだね。そうそう、だから緊張はしなかったかな。プレー自体はどうだったの？その初戦はプレー自体はまあまあ普通に入れたと思う、やれたと思う、まあ、特にも違和感もなく、うん、まあまあ周りも同世代、同世代っていうか、まあそういう顔なじみいたのは大きかったんだね。うん、そこからさ、まあ代表にね、招集されると思うんだけど、でその中で2006年ドイツワールドカップ選ばれるでしょ。オーストラリア戦先発するじゃない。でまずその選ばれた時ってどんな気持ちだったの？この、うん、まあその発表が今までの発表だったら直前にチームにまず選ばれましたっていう電話が来て、でチームの人から今回代表選ばれたからこの期間行ってくださいっていう連絡が来るんだけど、そういう発表、ワールドカップの大きい大会の時だけそういう事前の連絡がなくて、普通の人と一緒でテレビで生中継でやる発表を見て自分も知るっていう感じなの。そうだったの？そう、練習終わって午後2時か3時発表の会見があって、うん、家に帰るまで時間が十分あったから家に帰って自分は見た。まさかって感じなの？じゃあ、入ったら嬉しいなっていう、可能性的にはあるなっていうのはちょっと自分でも、まあ、ずっと入ってたからメンバーに入るかなっていう気持ちはあったかな。いや、嬉しかったでしょ。嬉しかったね。え、なんかこうハイタッチとか誰かとしたりとかしないの？嫁さんが隣にいたから、うん、やったじゃんみたいな。そうそうそう、おーってなって、うん、でも発表された瞬間電話が鳴って、うん、チームの人から、うん、今から記者会見するからスーツ着て事務所に来てくださいって言われたから、うん、すぐ着替えて、うん、事務所に行って記者会見、うん、いや、ほんと視聴者の皆さんね、コマ、まあ、見てわかると思うんですけど、あんまり心がね、なんてエモーショナルな感じになるっていうことがあんまり少ないじゃない。もうちょっと納得、そこは違うかな。そこは違う。でもそれでジュビロ磐田の時に中山さんあだ名っていうか、まあ岩って言われてたじゃん。そうそうそう、いや、急にだよね。そう、フラワーズの風呂場で座ってたら岩いるじゃんって。シルエットみたいなもん含めて多分こうやってね、シャワー浴びてる時に岩みたいに見えたんだと思うんだけど、あと心もさ、変にブレないじゃん。なんかあったので多少なことでさ、リアクションに出たりしないじゃん。そう、だから多分岩って言われてたんだけど、そんくらいだから、そのワールドカップの時、うおーみたいなさ感じではないでしょ、コマ。おっしゃ、そうだね、そこまではなかったね。まあ、オーストラリア戦先発してっていうところなんだけど、あの試合を振り返ってはどうだった？まあ、一番あれまでのサッカー人生の中で緊張したことはなかったかな。あ、一番緊張したんだ、あの試合は。緊張した、すげえ。45分がこんなに早く終わったの初めてかな。すごいあっという間に終わった感じがする。でもさ、前半得点決めて日本が、で、いい感じでハーフタイム入ったじゃん。そこまでずっと前半緊張してたの？そう。それで後半さ、後半39分に同点ゴール決められてっていうところなんだけど、あそこら辺はどうだったの？そこら辺、まあ相手も勝つしかないっていうことで攻撃的な選手も入ってきたし、まあ守りきれなかったっていうのは正直なところかな。失点したときはどう思った？やっぱ2点目入れられたときは時間帯もそうだったし、ショックはあったかな。
まあ、あの試合負けて、で最終戦ブラジルに負けてだよね。コマにとってはどんな大会だったの、あのドイツ大会は。やっぱり今まで日本でやってるから、その海外の選手とやるっていうのは、まあ、アンダー世代で話すもそうだけど、そういう時しか対戦できないから、親善試合とかやるけど、日本に来るチームもやっぱり 100% ではないし、ベストメンバーで来ることがめったにないから、まあ、そういうところで100対100で戦えるっていうことは、すごく自分にとっては今の自分の力っていうのが分かった時かなと思う大会だった。なるほどね。あの当時さ、まあ、中田秀さんとか俊さんとかさ、特になんかそれ以外にもゴールデンエイジのさ人たちがいたりとかさ、まあ、もちろん代表にずっと入ってたっていうのもあった、慣れとかもあったかもしれないけど、コミュニケーションを含めてさ、どんな接し方だったの。まあその時はマリカーが流行ってたから、みんなであ、代表チームでね。そうそう、代表のチームでマリカーやったり、トランプやったり、まあ、そういうので上野選手とコミュニケーションかな。おー、なるほどね。じゃあ、まあ、その当時の代表チームの雰囲気って、まあ、良かったの。うん、良かった。だから、まあ、ちょっと勝ちたかったっていうのもある。やっぱそのそうだね、やっぱりその短い期間での大会って、まあ、那須も分かるけど、初戦がどれだけ大事かっていうのが、確かにやっぱりそこで負けたアドバンテージは大きかったかなと。確かにね、俺も何度もこのチャンネル言ってますけど、アテネ、アテネですよ、オフよとか言っちゃいましたけど、もう大久保君にもたくさん言ってもらいました。じゃあ、あえてここで聞いておきます。あの時どう思いましたか、初戦。初戦、あのミスして失点したじゃないですか。いや、その流したじゃん、うん、ボールを、うん、あの顔が忘れられないね。ナスコの顔が、もう必死、もうどんな顔してたの俺。あ止まってた。止まってた。止まってた。そうだよね。まあ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 、そこはいいんですけど。あ、でね、ちなみにコマの若い頃のあだ名は新幹線と呼ばれてたんですよ。サイドバックってアップダウンすごいじゃないですか。そのアップダウンが新幹線みたいに速いから。あいつだけだよ。松井ね。こいつ、松井が名付けたんだから。そう、名付けの親は松井選手なんですけど、もう新幹線ってヒーッてね。でも、そんくらいユースカテゴリーっていうか、アンダーカテゴリーの時に、あのインパクトが強かった、やっぱサイドバックで、体も今と変わらないじゃん、高校の時から。それでアップダウンもできる、クロスも上げて、1対1も強いみたいな、もうそんなイメージ、ずーっとね。で、まあ、そこからなんですけど、まあ、2006年、7年で、ドイツ大会終わって、でオシム監督になるんですけど、うん、オシム監督はどんな監督だった、コマにとって。まあ、みんなが言う走るサッカーでどんなんだろうなって思いながら合宿行ったけど、ただただ走るだけではなくて、やっぱり味方を助けるためにどういう走りをするかだったり、数的優位を作るためにどういう走り方をするかとか、そういう先の先、うん、考えてサッカーをするっていうことかなと思って。ただ走るんじゃなくて、考えながら走りなさいっていうところだったの。練習でもやっぱりビブス何枚も使うっていう練習をしたけど、うん、で同じビブスの選手に出してはいけないっていう練習とかもしてたけど、どこに出せば次の選手が違う色に出せれるかっていう、そういう先のことを考えてパスすればやっぱりつながるっていうことで、そういう考えるっていうところでオシムさんはすごく言ってたかなと思う、うん、その新幹線発動とじゃなくても考えながらの新幹線やね、それは。ただただ走るだけじゃない。そうだよね、ただただ走る。だけどそれでオシムさんから途中で変わる、岡田監督に。で、岡田監督はコマにとってどんな監督。まあ決断力がすごい人。まあ、それはすごくわかる、マリノスでも。やっぱりそのワールドカップの直前でキャプテンも変えるし、調子が悪かったっていうのもあるけど、フォーメーションも変えたり、ケースケをワントップにしたりとか、そういう決断力がすごいなと思う。それでさ、その話をちょっと後に聞きたいんだけど、岡田監督になってからコマのさ、代表での出場機会ってちょっと減ったでしょ、うん、内田選手とか長友選手とか若手がこう出てきて、まあ、ベンチ回数も増えたと思うんだけど、その2人の評価、当時の
コマから見てどう思ってた2人は。でその競争っていう意味でやっぱりいい選手が出てくれば代表の選手もなったりするし、メンバーも入れ替わることもあるから、それはね、あの監督が決めることだし、自分がベンチに下がるっていうのは悔しいだけど、まあ、それを悔しいだけで終わらせないで、またいつか取り返すっていう気持ちでずっとやってたかな。どこがすごい、コマから見たあの2人は。波がないね、一番。波がない。うん、プレーの、うん、いい悪いの、常に安定したプレーやってるから。あとまあ、ね、決断力とか、うん、そういうのもすごいかなと。あ、見るポイントがやっぱ一緒にやってるから全然違うんだね。いや技術は高いよやっぱり。技術も走力とかさ、1対1とか縦にパスつけるパスのさ精度だったりさ、とかなんかいろいろあるけど、両サイドバックで内田選手とか中田選手。でもそこの決断力とかさ、そういう安定感とかやっぱ見てないと一緒にやってないと分かんないからさ。でそれでから日本代表が南アフリカ、まあ、予選突破して、まあ、その後東アジア と、あと壮行試合多分やると思うのよ。壮行試合負けて結構批判が飛び交ったりもしてたじゃない、うん、そのことに対してどう思ってた。やっぱりその勝負の世界だから、うん、勝ち負けに対してすごく厳しいのは分かってたし、まあ、批判はすごい来るのは分かってたね。どう受け止めんの？そういう時は批判とかに対して、例えば自分の耳だったり目でこう見たりするじゃん。うん。する時ってどう受け止めてる？そういうのってどう向き合ってる？この。あ、その言葉とか耳に入ってくるけど、一番はそのグラウンドで自分たちが勝つためにサッカーをやる、そうやって見返すしかないなとはずっと思ってる。もうそれだけ考えてんだ。もうそこ気にしてもしょうがないっていう。そうそう。ピッチでやるべきことをやるために準備するみたいな、うん、で、そこから直前にスタメンになるわけなんだけど、南アフリカ大会本大会の前、ほんと直前じゃない。直前、うん、あの時はもう準備はしてた自分の中で、このコマの中で。そうはね、もう常にいつでも出れる準備はしてたし、体自体もその時は調子が良かったから、うんうんうん、あ、もういつでももう来いみたいな感じだったんだ。うん。で、まあ本大会に行くわけなんですが、でカメルーン戦、ここはどういう気持ち、どんな気持ちだったの？まあやっぱり初戦が大事っていうのもあったし、初戦に入るまでにやっぱりチームの流れが悪くて、やっぱり選手でミーティングもして、みんなしてたんだ結構。そうそう。でやっぱりね、トゥーリオの言葉ってすごくみんなもそうだし、自分もすごく響いて。何を言ったの、トゥーは？俺らは下手なんだから、うん、その下手なりのプレーをしようって言って、うん、まあそれでみんな考え方が一緒になって、うん、同じ気持ちで初戦に入れたからこそチームもまとまって勝利につながったんじゃないかなと思う。本大会のカメルーン戦の前にその話をしたの、みんなで。多分カメルーン戦の前だと思う。トゥーの言葉が結構響いたんだ、みんなに。まあ、あいつの言うことが響くね。そこから、まあ、カメルーン戦、じゃあ、緊張したの？緊張はしなかった。しなかったんだ、その時は。うん。もともと緊張しないタイプ？そんなに。うん、そうだね。で、まあ、初戦勝って、で、第2戦、オランダに負けるじゃない。うん。まあ、あの試合はどうだったの？どういう感じで負けたけど、どんな感じだったの？その後っていう。いや、確かにその、負けた悔しさはあるし、すぐに、3戦目が来るので、その切り替えっていうのはみんなすぐできたかな。だからそこで負けて予選敗退が近づいたっていうわけじゃないし、上がる可能性の方が高かったから、みんなもそこですぐに切り替えられたかな。うん。で最終戦デンマーク戦、あれはどんな気持ちっていうか、まあもうさっきから聞いてるけど緊張してなかったと思うし。うん、まあ、あの試合に入る前にやっぱり引き分け以上で上に上がれるっていう感じで、やっぱ最初向こうの圧っていうのがやっぱすごくあって、押し込まれる時間帯が長かったけど、やっぱカメルーン戦同様そこでチームとして耐える時間っていうのが一つできていったからこそ、まとまって守れることができたから、あそこでケイスケのあのフリーキック1本入って、空気感というかもうそれが日本の方に来たのかなと思う。まあ確かにあのフリーキックはすごかったもんね。それでも相手もちょっと気持ちが下がった感じがあったかな。
本田選手はさ、もうやっぱずっとあの強気の姿勢なの。そうだね、常に常になんか強靭なメンタルっていう感じだけど、もうそのままな。そのままじゃない、もうプレー見ててもそのワールドカップで全然背負えるし、そういう体とメンタルが常にプラスに来てるんじゃないかな。で、ここからパラグアイ戦ベスト16で、で 0-0 でずっと行くでしょ。延長あっての PK。 そうで、ずっと 0-0 で行くんだけど、あの試合はどうだったの？試合自体は、まあ、試合自体はどっちもどっちかというと守備的っていうか、そういう戦いをしてたから、なんか攻め合うっていう試合ではなかった、ね、だからワンチャンスじゃないけど、そうそう、しっかり後ろで人数をかけて守って出せればっていうね、展開だったもんね。で、いざ、まあ、PK 戦にここなるんだけど、コマさん、それまでさ、PK って外したことなかったの？うん、ユースの時に1回外したぐらいで、プロになってから1回も外したことないってことでしょ？そう。なんかで見たんだけど、シュンさんとヤットさんとコマだけ代表で外してなかったのって。3本練習して3本とも決めたのかな。うん。で、3番手だったじゃん。あの時は指名されてなの？自分からなの？挙手指名。あ、指名だったんだ。岡田監督からってことね。そう。1番手が、ヤットさんで、2番手がマコでしょ。で、決めるわけなんだけど、この3番手来た時の心境ってどんな心境なの、あの時？何も変わんなかったかな。そういうのでも緊張しないの？その時はしなかった。もう決められるイメージしかなかったみたいな。そうだね。そんな感じだ。常にまあ PK の前ってそんな感じなんだ。味方の蹴ってるボールに対してキーパーどんな反応するのかなとか。ああ、はいはいはい。そうやって冷静にこうずっと 見れてたのね。で、いざ蹴って。あれはもう思い通りのコースだったの？その蹴る瞬間に関節視野でキーパーがこっちに飛んでるの見えたから、ちょっと際どいところっていうか、あ、ギリギリを狙おうと思ってね。で、バーに当たったよね、あれ。そう。で、あのバーに当たった瞬間ってどう思った？バーに当たった瞬間は、やってしまったなっていう感じかな。やってしまったって思ったのよ。なんか申し訳ないみたいな。いや、まあそこで終わりじゃなかったから。まあまあまあ、その後もあったからね。うん、あとはもうみんなに委ねるって止めてくれっていう気持ちで見てたかな。まあ俺もじゃないけど、俺は何回かしか蹴ったことないから、外したことももちろんあるし、もうずっと祈る気持ちはすごくわかるけどまあでもそれがね、ワールドカップのね舞台ってなるとね、またちょっとわけが違うしさ、重みも違うからさ。で、負けて、それで試合終了、ホイッスルになって、あの瞬間ってどうだったの、コマ的に。もうすごいなんか、俺が印象的だったのは、エモーショナルなぐらいに、もう、すごい涙したじゃない。で、松井が寄り添ってっていうのが、すごく印象的な場面、ね、だったんだけど、あの時って、どんな気持ちだったの？まあそこで、やっぱり自分一人で外して負けたから、すごい申し訳ない気持ちで。みんなの顔が見れなかったっていうのは正直な気持ちかな。なんか松井も一緒になってないって言ったけどさ、でもあれは、ある意味すごく、いいなって思ったし、あのサッカーってそういう感動があるからさ、一緒にね分かち合ってくれる仲間がいるっていうのはすごくいいなって思ったけど、あの初めてでしょ泣いたのって。そうだね、今までのサッカー人生で、ないでしょ、思い返しても。ない。そのぐらいいろんな思いが詰まってたってことでしょ、コマ的には。まあそうだね、その負けた悔しさが一番外して一番大きかったかな。いや、それは悔しいよね。もう松井に対してはどう思った？なんか、いや、その時はやっぱり顔っていうか、みんなの顔が見れなかったから、その誰が隣にいたかっていうのはその時は分かんなくて、後から見たらその阿部ちゃんと松井だったっていうのが分かって、それもやっぱ同級生っていいなってその時思った。そうだよね。ああそうだよね、本当に。じゃあ、まあコマにとってあの大会はどういう大会だった？やっぱりそこ、前の大会で予選負けた悔しさもあったし、今回は予選を突破して、なんかすごくチームが一体感になった、それをすごく実感していたけど、そのやっぱり悔しさっていうのを
十分分かった大会だったし、もう少し上に行きたかったなっていうのが正直な気持ちかな。なんかあれ、なんかさ、よくさ、ワールドカップ終わったりとか大きな大会終わるとさ、燃え尽き症候群みたいなさ、いうのだったりさ、そういう選手も言いたりするじゃない。うん、とかそういうのはなかったの、あの大会後っていうのは。それはなかったかな。メンタル的にも別に引きずることはなかった。いや、あったよ、帰ってからは。それはどういう感じだったの。もういろいろと、まあいろんなことがあって、やっぱり家族もそうだし自分もそうだし、いろんなところに迷惑じゃないけど、そういうことがかかってしまうかもしれないっていうのがあったから、それはすごく心配だったね。なるほどね。まあまあまあ、そんだけ注目されてる大会だしね。それ乗り越えたのはどういうあれだったの。やっぱり一番はそういう仲間もそうだし、やっぱりサポーターっていうかサッカーファンからのメッセージを見て、自分はやっぱりサッカーで恩返しをしていくしかないなっていう気持ちになったかな。あ、でもちょっと時間は必要だったでしょ。そうだね、まあ、その後休みもらって、まあ、家族と一緒にいたけど、まあ、その時、ね、上の子が来て、まあ、やっぱりその状況は分かってないけど、あの笑顔を見てると必然的に笑顔も出てくるようになったし、嫁さんも温かく見守ってくれたし、それで日に日に自分も気持ちも落ち着いてきて、サッカーがまたやりたくなってきたかな。周りの方々にね。そうだよね。まあ関西空港に着いて、まあジュビロの候補が車で迎えに来てくれて、まあ、それもね、あの嬉しかったことだし、で事務所に、まあ、ファックスが200か300ぐらい来てて、まあ自分もね、それなりに覚悟して日本に帰ったから、こういうメッセージもまあ2割ぐらいあって、あとの8割が感動したとか、すごい励ましのメッセージが多かったから、すごく嬉しかったかな。なるほどね。まあでも PK 戦ってさ、ちょっと運みたいなとこもあるじゃん。まあ俺は何も言えないよ。じゃあ俺はっていうか、まあ俺が特に言いたいんだけど、俺はあのプレッシャーの中で、もちろんコマはね、あの緊張してないって言ってますけど、あの PK さん、俺とかもうすっげえ緊張するから、大体7番手か8番手だね。蹴りたくないから。でそれをね、もう日本の代表選手でしかも3番手として任されて、もう 120% の思いで蹴って外したんですよ。だからそこを分かってほしいって俺はすごく思うけど、まあでもそんなのさ、言ってもさ、大体のね、大方の人はみんな、あの本当応援してくれてたりさ、ポジティブな言葉っていうのをすごく投げかけてくれるけど、もう本当1割2割かもしんないけど、まあそういう見方もあるかもしんないけど、選手がそういう思いで戦ってるっていう、もう背負って戦うっていうのはどれだけ大変なことかっていう、それで全身全霊をかけてやったことっていうのを称えてほしいなっていうのはすごく俺は、あの特にもう引退した身なので、視聴者の方々に、あの分かっていただけたらなっていうふうに思いますけど、今回、まあ、日本代表、その南アフリカまでのことを聞いたんですけど、コマにとっての日本代表っていうのは、まあ選ばれた選手しか着れないユニフォームだし、ピッチに立てる人数も限られてるところだし、サッカーをやり始めてそこを目標にやってきたので、そこでずっとやれたってことはすごく自分にとってはサッカー人生でプラスに働いたところだと思うし、海外のいい選手がいるチームと戦えたっていうこともすごく良かったかなと思う。じゃあ最後にちょっと今後の目標をお願いします。今後の目標はやっぱり FC 今治で J1 目指してやってるので、その力になれるようにこれからも頑張っていきたいなと思います。いや、もう本当同級生、もうまだ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 頑張ってください。頑張ります。いつまでも望みでいてください。子供にはなんないでください。いつまでも望みみたいにバンバン走りまくってください。うまいね。うまいかどうかわかんないけど、最後うまくまとめたね。うん。ありがとうコマ、貴重な時間ありがとう、はい、またよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとう。